トミスラフ・ドリモビッチは、クロアチア・ザグレブ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、守備的 MF。1981年に、クロアチアのザグレブで生まれた。ユース時代は、競合の NK ディナモ・ザグレブに所属していた。クロアチアのリーグ、プルバエ HNL で4つのクラブを転々とした、後の2006年ロシアプレミアリーグに所属する FC。 アムカルペルミに移籍をした。一席後すぐにチームに馴染み、同じ守備的 MF のニコラドリンチッチと共に頑丈な守備を形成し、アムカル4位という成績を残した。2008年のシーズン終了後、アムカルとは契約更新をせず、ロコモティフモスクワへ移籍をした。2010年8月16日、同じモスクワを本拠地とする、ライバルクラブのディナモモスクワへ3年契約で移籍を、 した。2012年1月13日、プリメーラディビシオン所属のレアルサラゴサに、レンタル移籍をした。2012年7月9日、ロシアプレミアへ昇格した FC モルドビアサランスクへ2013年5月までの、レンタル移籍をした。2009年11月14日、リヒテンシュタイン代表との親善試合で代表デビュー。UEFA ユーロ2012では、 クロアチア代表に選出された。ユーロではアイルランド戦のアディショナルタイムでの出場に止まった。ありがとうございます。